に買い取った？すごい早くない？その情報。ほんまに。どこで見てくれたんやろ。麻雀大会で優勝おめでとうって言ってくれとる。どこに記載されてたんでしょうか。大将さん、かんちゃん、ゆういちさん、コロボーありがとうございます。そっちも暑くてベタベタ。いや、こっちやばくて、もうやばかったよ。今日33度とかでなっちゃって、でそこまで天気良くないよ。しかもでもしっかりしっかり暑かって今日もう本当にやばかった。でも雨は降らなかったので、今日撮影だったからすごい良かったなと思いました。やばい、コンタクト出そう。大将さん、かんちゃん、あ、言ったこれ、ケンジ、あ、あやかさん、ありがとうございます。猫さん、ゲンさん、ヨシーパパさん、グッチ、ポップマスターさん、三等賞さん、ゆうきさん、ベクポアさん、あさみさん、やっくん、まめしばさん、ひろしさん、てるてるさん、ありがとう。おー、そらさん、祭りだ、ありがとうございます。マイカグラさん、ドナルドさん、じいさん、そらさん、ありがとう。タツノクラさん、こんばんは。タカホシアートさん、ありがとう、今日も。キュン。アチイケリンスさん、ありがとう、今日も。ジュンヤさん、イズキュンさん、小林、サトちゃん、ありがとう。ハナちゃん、ユータンさん、虹色さん、HK さん、こんばんは。ありがとう。ユッキーさん、ダルマ、ありがとうございます。HK さん、こんばんは。ヤマピー、ツッコンさん、ありがとう。ジュンヤさん、祭りだ。ありがとう。グレーのワンピース、そう、今日はあの撮影だったんですけど、買っていただいた衣装というかお洋服です。おい、めっちゃ可愛いよ。これ何色やろね。ちょっと水色っぽいんですよ。ちょっと明るいけんグレーっぽく見えるけど、もっと青っぽいです。え、ノムさんところ雨降ってるの？本当に。こっち全然降ってなかったんよ。お、ヨシリンコさん、ありがとう。リュウさん、ひらがなのカズさん、お寿司さん、大阪ブルーさん、ありがとう。あ、ひろひなさん、洋服めっちゃ可愛いって言ってくれた。ありがとう。可愛いよね、これ。お寿司さん、大阪ブルースさん、ありがとうございます。今日は終日一歩も外に出ませんでした。あ、ほんまに。焼けんくてよかった。今日暑かったからね。ムラピーさん、ブーちゃんさん、山下さん、ケンモーさん、ありがとう。え、あやかさん、偉すぎる。すごい。全然行ってなかったジムに3、4ヶ月ぶりに通い始めたらしいです。見習わんといかん。すごい。あ、今日のラジオで言っとったか。そうよね。今日日曜の朝だったもんね。ほんまだね。そう、もうちょっとでね、ツイッター告知するけん待っとってくれたらと思います。とある大会で。そうなんよ。おひつりさん、ありがとう。そう、今週流れるやつやったよね、ラジオ。また言っとくわ。あのツイッターでもうちょいで告知できそうです。大文字のけんさん、こんばんは、ありがとう。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。ストリートくん、コバン、ありがとう。白玉さん、こんばんは。ワンガンさん、タダオさん、大勝ちさん、ありがとう。ケンジ、ブラボー、ありがとうございます。あ、違う、虹色さんだ。ブラボー、ありがとう。間違えてしまった。カリタン、カウント、ありがとうございます。コーギーさん、ありがとうございます。家族とご飯食べてたから、たまたまひなほちゃん撮影してた場所でご飯食べて、あ、そうなの。そう、今日ノースショアっていうカフェに行って撮影してきたんですよ。行っとったんや。え、同じ時にはいなかったのかな。大将さん、祭りだ、ありがとう。ゆうさん、こんばんは、ありがとうございます。ひなこのお祝い買えんかったん。さっき帰ってきたばっかりなんですよ。ほんまに。大文字のマサさん、こんばんは、ありがとうございます。お寿司さん、一周、ありがとう。りゅうせいさん、こんばんは。おっきいさん、こんばんは、ありがとうございます。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。
のんびりしたい姉さん、こんばんは。最近そういう袖流行りって、あー、買いに行ったところでこういう袖多かった。確かに流行りかもしれん、もこもこのね。ようちゃん、りょういちさん、ありがとう、こんばんは。みせひろさん、がっくんさん、ありがとうございます。ひろひなさん、ぷち、ありがとう。後でもいいので全身披露してくださいって。オッケーオッケー。ちょっと待って、じゃあオトモタイムの時ぐらいにしようか。かわいいぞ、めっちゃ。よっちさん、海水ののりさん、カウントありがとう。あ、魚住さん、こんばんは、ありがとうございます。今日の撮影はうまくいきましたかって。とってもめちゃめちゃエモかったです。写真が見せていただいたのですが、あんまりこう快晴ではなかったんですけど、それがまたすごいエモい写真になっとったよ。お見せしたい、みんなに。天下一武道会優勝おめでとう、ありがとうございます。へへ。そう、もうちょいで詳細の告知をできると思う。本当はね、していいって言われとんやけど、そうなんや、どういう風に告知したらいいかっていうのを確認中やけん、まだね、ツイッター出せんけど、近日中に出しますね。トマトさん、ほやけんよって、ありがとうございます。そう、賞金もね、いただいたのよ。初だわ、私、大会出て賞金いただいたの。今までいろいろなんか大会とかは出たけど、麻雀の大会は初めてだけどね。不思議唐辛子さん、こんばんは、ありがとうございます。ゆうやさん、こんばんは。けんすけ、かわいい、ありがとうございます。竹蔵さん、こんばんは、ありがとう。え、豆柴さん、来とったんですか、ノースショア。セミありがとう。カフェ入り違いだったんだって。そっか。藤本さん、セミありがとうございます。隊長、短冊をありがとう。五右衛門さん、ネイキチさん、こんばんは。ありがとうございます。東京に戻り、今からデータをバックアップして、夜中にセレクトで、めっちゃ大変やん。お疲れ様です、大住さん。めちゃめちゃお疲れやのに大変じゃん。新一、カウントありがとうございます。ネイキチさん、プチ、小太郎さん、セイミ、ありがとう。オカムさん、こんばんは、ありがとうございます。モコモコですねって。そうでね、これこうやってしたらもうほら、もう肩すごい、これかわいいよ。ケンスケ、セミ、ありがとうございます。今日は小さな幸せ何かあったかな。あ、ありましたよ。うわ、すごいっていうことめっちゃ言うたよ、今日。なんかね、空もいい感じだったよね、今日。な、晴れ間があるところがすごい綺麗で、空が。よかった。ひろこ、お帰り、お仕事から。お疲れ様。むらちん、GG、ありがとう。あ、ケンボさん、ほんと？私も今日行ってたんだよ、ノースショア。まー、あ、ちゃん、ありがとう。サカピーさん、パピコマルさん、こんばんは、ありがとうございます。え、コーギーさん、私いました。じゃあその時すぐわかったわって言ってる。そう、外でね、撮影してもらってたの。ユッキーさん、セミ、ありがとうございます。ひらがなのマサさん、こんばんは、ありがとうございます。お供は昨日飲んでたチョコレートと、おお、私が昨日飲んでたやつ飲んだのね。よき。わたしんさん、たかちゃんさん、こんばんは。ツインマさん、ありがとう。あやかさん、花束ありがとうございます。おひつりさん、バラありがとう。のぶさん、セミありがとうございます。じいじに、むらちん、ハートありがとう。ゴーさん、こんばんは、ありがとうございます。はつけんさん、こんばんは、ありがとう。じいじ、レインボースター、ありがとうございます。はただ、さんのお菓子、ちょっとしたご褒美に良さげね、美味しそうだし。
めっちゃ美味しいわよ、ほんまに。サブとかめっちゃ美味しいよ、金時のサブ。ドナルドさん、セミありがとうございます。あ、今日500回訪問ありがとうございます。500回、ドナルドさん、ユッキーさんありがとう。このお洋服めっちゃ可愛いのよ。広く一周、お疲れ様、お仕事よしんこ。大変大変。あ、土いらっしゃい。カバンと靴とセミじゃない？土それ。じいじ流れ星ありがとうございます。かんちゃん、おー、短冊ありがとう。アントワーヌさん、こんばんは、ありがとうございます。ジャーニャン隊長、短冊ありがとう。今日は聞こえてるのかな。野菜炒めさん、こんばんは。コウジさん、セミありがとうございます。トラさん、こんばんは。ナウゲッタチャンスさん、はじめまして、ありがとうございます。嬉しい、ナウゲッタチャンスさん。のりたま、レインボースターすごい、ありがとう。ジョコも。ペガサスさん、早い、今日初振りじゃん。あ、待って待って待って、グエコ持ってきとった、よかった、ありがとう、ありがとうございます。ペガサスさん一番だぞ。おー、マサさんもプチありがとう。お仕事お疲れ様、明日も頑張ってね、よしんこ。ロッピーさん、全然間に合っとるよ、始まったばっかりだよ。いいな、お風呂上がりでじゃ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 んよって。私もお風呂に入りたい。ゆきさんいいね。さとちゃん、セミありがとう。むらちん、こんばんは。おひつりさん、セミありがとうございます。その可愛い服を着たひなおちゃん見れたのが小さな幸せ、いや大きな幸せ。ありがとうございます。そうだ、これあの買っていただいたのもめっちゃ大きな幸せです。今日の虹色さん、祭りだ、ありがとうございます。伊豆急さん、流れ星。ムーランさん、こんばんは。不思議唐辛子さん、短冊ありがとうございます。グッチフルー、ありがとう。今日も伊豆急さん、流れ星ありがとうございます。おさっぴーさん、ハイビスカスありがとう。ハイビスカス。コンドルさん、こんばんは、ありがとう。おしつりさん、ハートありがとうございます。ローマ字のマサさん、フルー、ありがとう、マサさん。ムラチン、センミー、ありがとうございます。ムラチン。豆柴さん、カウントありがとうございます。ビーンズブックに載ってる、あー、あ、あ、動画のやつですよね、そこ。マドンナパフェ食べましたって、ハルポンと行ったとこじゃ、そこめっちゃおしゃれだよね、ほんまに。秀幸さん、フルありがとうございます。青く塗りつぶした空、真っ赤な嘘八百の夕日、キキキラリラ決めたんだ、キキキラリラティラルーラ、イエイ。ありがとうございます。ポップマスターさん、セミありがとうございます。ありがとう。キュービーのうさぎさん、カウントありがとう。明日のキノコ生誕は何時頃になりそうですかって。明日のキノコか、あ、ほんでも10時からかな、お家での配信になるので。そう、明日はね早くできそうだから10時ぐらいになるかなと思います。10時かな、何もなければ10時だ。あ、コウトクさん、こんばんは、ありがとうございます。じいじ、バラありがとう。今日はひなほ見れたから運気上がったわと思った。よかった、運気上がりましたね。コーギーさん、ありがとう。のりたんばセミ、ありがとうございます。劇場版 SAO プログレッシブ
マジ？新しい水曜劇場版やるんだ。見た。あのプリズマイリアのイリアちゃんのね、あの映画もあるよね、夏に。めっちゃ見たいわあれ。ゆういちさんフル。ありがとうゆういちさん。ひでしさんいらっしゃい、ありがとう。ローマ字の村ちん、小判ありがとう。おひつりさん、だるまありがとうございます。にじいろさん、セミありがとう。今日もようちゃん、カウントありがとうございます。滝修行の日らしい。え、そうなの？おひなは滝行やってみたいと思うって。あの滝じゃないけど、あの水中座禅っていう、あの水の中、川の冷たい水の中入って座禅をするっていうのはやりましたね、岩本寺で。めっちゃね、なんか入るときすんごい辛いんだけどね、冷たすぎて。けど入ってなんかやっぱ座禅するとすごいなんか心が穏やかになって無になれるんよね。え、多分滝も、まあ、最初痛くて冷たくて大変やけど、そう無になれるのかなと思ってやってみたいと思ってるわ。本当にやってみたい。大将さんフル。ありがとう大将さん。ひなおちゃんのおすすめ夏アニメ、そうやね、まだ全然見れてないけんね、夏アニメ楽しみだわ。お仕事行ってらっしゃい大将さん。ヨッピーさんフル。ありがとうヨッピーさん。にじろさん流れ星。ピルクルフル。ありがとうピルクル。そうよ豆柴さん、そうなんですよ、ハルポンとね、かき氷食べに行った、去年の夏だけど。わ、偶然だね。ペガサさん、レインボースターありがとう。ハートもありがとうございます。新東京さんだ、ありがとう。今日もてっちゃんもいらっしゃい。今日のお供、たこ焼き12個と焼きそばと唐揚げ6個と愛のスコール。屋台っぽい、屋台っぽいですね、今日は屋台コースかな。スランプくん、こんばんは。ローマ字のヨシさん、ありがとう。クイーンの曲何か歌ってほしいですよ、んだって。私歌詞がわからんよ。ドゥンドゥンドゥン、ドゥルルドゥドゥルン、ドゥルルンドゥンドゥン、ドゥルルンドゥンドゥルン、ドゥルドゥンドゥン、ドゥルルンドゥンドゥルン。何やったっけこれ、地獄へ道連れだっけ曲。これめっちゃ好きだ、本当に。クイーンの。あとサンバ、サンバディトゥーってやつ。なんか何やったかな、サム、何やったかな名前。めっちゃあの曲も好きだ。猫さんフル。ありがとう猫さん。今日も。明日はきなこ餅。そう、明日はあの愛猫のきなこが4歳のお誕生日を迎えるんだ。だからきなこに何かプレゼントを配信であげようかな。ちょっと買いに行こうと。今日買いに行けんかったけん、明日買いに行こうかな。アリサさんありがとう。かんちゃんフル。ありがとうかんちゃん。ゲンさんもフル。ありがとうございます。スイマさんポチ、ありがとう。のいちさんこんばんは、ありがとうございます。おいでやすしんいちフル。ありがとうしんいち。たくさんだるまレンジャーありがとう。小判もありがとうございます。あ、すごいバラもだ、たくさんありがとう。けんすけフル。ありがとうけんすけ。ね、確かに綺麗な晴れ間だったねって。いや本当に良かったです。今日は空港でもね撮影してたんやけど、すごいね夕方すごい天気も良くて良かったよ。ひろあきさん、はじめましてかな。初見さんありがとうございます。嬉しい。え、そうなんやね、きつさん、ヒット祈願で乃木坂さんが滝打たれてたよねって。マイカグラさんフル。ありがとう、今日も嬉しい。大勝さん、カウントとセミありがとうございます。カーライルさんいらっしゃい、ありがとう。え、
あ、本当に腕痛くなってきたの、ポップマスターさん。本当本当。1回目だっけ。そっかそっか。でも気にするほどではないですって言っとる。よかった。タツキンさん、たくさん振る。ありがとうございます。梅雨を吹き飛ばすひなパンチ。梅雨パンチ。梅雨パンチ。トキキさん振る。ありがとうございます。今年ティフあるのかなって。あー、あの有観客でってこと？アービングさん。どうやろ、去年あの有観客じゃなかったもんね。トキキさんの振るゆうたけ、ありがとう。トキキさん。ケンスケ似合う、ありがとう。サカピーさんも振る、ありがとう。今日は夜遊びさんのライブ配信見てました。お、最後高校の吹奏楽とコラボしてて感動しました。え、どこで見れよったんそれ。サカピーさん、ええの。にじろうさん、かわいい、ありがとう。タンタンさん、よしんこ、ありがとうございます。じゃん、タン。地獄へ道連れ、かっこいいよね。いや、めっちゃかっこいい、ほんまに。あ、アナザーパンツァダスって言うんや。パイツァ、アナザーバイツァダストって言うんか、あれ。ルンルン。めっちゃあれ、もうなんかパキパキって感じで、もうなんかスカッとする、聞きよったら。ん？あ、本当、秀幸さんは三条修行で滝に打たれた、すごっ。へ、そうなんや、確かに無になれるで。え、最低気温26度の熱帯夜。もう熱帯夜すぎそれ。もう暑い、暑すぎる。金次花束、ありがとうございます。え、本当、タンタンさん、ありがとう。ルームはタイミングが命。ここは時間が決まってるのでタイミング合わせやすいって言ってくれた。ありがとう。え、愛病っていうの？アイネコじゃない、愛犬か。だ、そっか、音読みか、愛病か。愛病ってのが初めて聞くね、それ。愛病っていうの、猫。アニラジさん、ありがとう。リナホちゃんになら地獄に道連れされてもええんやでって。あ、地獄には行かんか。地獄には行きたくない。一緒に天国に行きましょう、ひつりさん。待って待って、飛んじゃった。また温泉工事さん、いらっしゃい、ありがとう。マサさん、セミ、ありがとう。ありがとう。ムラピーさん、フル。今日もありがとうございます。いいない、いていいな、おいしい、ほかほかごはん、帰りをだろうな。ありがとう。あ、ムラチン、今日444回なの。よきー、ありがとう。444回だって。444、幸せの4だね。ケンジ、お弁当箱ありがとう。ひろひなさん、セミありがとうございます。よいしょ。え、お、あ、それ見たかもです。小林美沙さんの可愛い猫ちゃん。うなるのさん、フル、ありがとう。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞、夕焼け小焼けでまた明日、また明日。普通にリクエストいただいた。あ、それや、ポップマスターさん、サンバディトゥーラブっていうやつだ。それもめっちゃ好き。クラッシャーノブさん、こんばんは。アントワーヌさん、祭りだ、ありがとう。ペガサさん、バラに小判、ありがとう、たくさん。
あ、大工さん、カウントと、あ、ほんまに最近大丈夫かね、隊長。よしんこ大工さん、フロありがとうございます。お大事に。今夜から始まったドラマ、東京メアかな。どういうドラマなんやろう。いいね。あ、てっぺくんさん、お久しぶりだね。ありがとうございます。あー、おめでとう。昨日病院から内定をもらって就活が終わりました。おめでとう、てっぺくんさん。就職が決まったのね。すごい。小石さん、セミ、ありがとうございます。おかえり。今帰ったの。梅雨パンチだと梅雨側のキャラみたい。確かに。本当やね。あ、エナさん、エナルームのエナさん。あ、待って、今日もフルしてくださっとる。ありがとうございます。今日も今日とてエナさん来てくださっとる。明日からお仕事の皆様に。お、明日月曜日だもんね。明日からお仕事の皆様に。カノンさん、ダルマレンジャーありがとう。今日もおさむさん、いらっしゃい。竹蔵さん、セミ、ありがとう。アントワネさん、コバン、ありがとう。ツイマさん、セミ、ありがとうございます。今日も、あ、てるてるさん、フルありがとう。今日も、あ、おさるさんもだ、フルありがとう。おさるさん、元気100倍、ひだパーンチ、ありがとう。太郎くん、クマありがとうございます。クマだ、太郎くん。コージーさん、フル、ありがとう。コージーさん、ウエスタンさん、こんばんは、ありがとう。オーサムさん、レインボースター10個もありがとうございます。めっちゃくれとる。ジージー、フル、ありがとう。今日もジージー。ワンガンさん、セミ、ありがとう。あ、お疲れ様。お仕事、明日早いのかな。いってらっしゃい。おやすみなさい。ユッキーさん、お、豆柴さんもフルだ。ありがとうございます。誰も知らない愛ね、暗いね、僕だけのナートムジック、声にできなかったこの歌が君に届けば。ありがとう。え、ありがとう。アスカの湯の短冊、あ、短冊出とるんや。アスカの湯のところで、滝山ライブ成功祈願してきたよ、だって。ありがとう、豆柴さん、嬉しい。ありがとうございます。ようちゃん、短冊ありがとう。あ、パパパルさん、カウントありがとうございます。サッカー観戦、ええー、なー。日帰り温泉、めっちゃええやん、パパパルさん。あ、ケンジありがとうございます。今日は青いワンピースで。ありがとう。ようちゃん、祭りだ、ありがとう。あ、伊豆急さん、すごい祭りだ、くれと、ありがとうございます。祭りだ、祭りだ、祭りだ。じゅんやさん、フル、ありがとう。久しぶりの、ありがとうございます。きなこいさん、ありがとう。ビーズさんがコーリングをスタジオ撮って出し、え、動画載せてるんよ、だって。最近のってことですか、それ。タツノクラさん、フル、ありがとう。タツノクラさん、あら、短冊ありがとう、嬉しいです。ムラチン、花束ありがとう。今日もケンジ、かわいい10個ありがとう、たくさん。タツノクラさん、祭りだ、ありがとう。鉄坂さん、ありがとうございます。こんばんは。アントワーヌさん、フル、ありがとう。アントワーヌさん、おひつりさんもフル、ありがとう、おひつりさん。魚魚魚、魚を食べると
頭が良くなる。ラーありがとう。あ、ほんまにしんいち。前回の時夜勤なのか。ほんまに。おひつりさん、こんばんありがとう。竹蔵さん、祭りだありがとう。あら、リアさん、はじめましてですよね。ありがとうございます。カタカナのリアさん。リラクマさん、スーパーヨシンコ。スーパーヨシンコ、リラクマさんいらっしゃい。ヨシンコの気合を感じた？アミグさん、よき。気合湧き与えてます、皆さんに。よっしゃ、土、全問正解。それ見たことあった、その3つとも。お仕事頑張って、明日から。大変。なりさんさん、こんばんは。ひらがなの。かりたん一周、ありがとうございます。いや、言ってないかも。え、初めて聞いたかも、かりたん。老化現象。私も老化現象で、ちょっと、うる覚えですが。まだおさん、フルありがとう。ぜひ、ボヘミアン・ラプソディ見てみます。だって、ぜひとも。感動しました。おさぴーさん、こいさしさん、音符ありがとう。やっくん、フルありがとうございます。あ、だるまれんちゃんもだ、ありがとう。たくさん、浅はかなヒーローさんに、こいさしさんも今日もフルありがとうございます。ブラックコーヒー飲みながらかりんとう食べる幸せな時間を過ごしてました。だって最高、いいな。私も今日ブラックコーヒー2杯の3杯飲みました。あ、めっちゃもう本当にコーヒーが来ています。今かりんとうでいいね。今度食べよう、その組み合わせで。リュウさん、フルありがとう。リュウさん、竹山聖地たくさんで今すぐにでも行きたいぞ。本当、私本当に愛媛来たら大体のとこ行ってるから、聖地巡礼になります。多分愛媛来ただけでもうほんといろんなとこ行ってるので、おいでやす。鳥さん、かわいい、ありがとう。あ、おひつりさん、ハイビスカスをありがとうね。あれ、ハラメタル本当？いや、違うかも。じゃあそんなに遠いんやったら、仲良しからそのコーヒーのなんだっけ、それ30系。え、また私の食べとるとこ、あれどこ、なんていうとこだっけ、定食屋さん。小石さん、ダルマレンジャーありがとう。たくさん、おさぴーさん、フルありがとう。おさぴーさん、ほっと一安心。お、 TSR さん、こんばんは。おやすみなさい。カウントありがとうございます。カノンさん、そして奥様、いつもフルありがとうございます。民謡か。明日からの元気、はい。京都芸術よ、さいやさい、さてなも高き松山の勝山城にそびゆるわ。ありがとう。この曲は実は最初にはいって言うんですよ。めっちゃ珍しいよ、これ言うて入る曲。はいって言ったらね、曲が流れるんよ。ジュン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 ジュルルン言うて、ジュンジュルルンジュンジュンジュルルンジュンジュルルンジュンジュンジュルルンジュンジュン共同って入るんよ。ペガサさん、ダルマリンちゃんありがとう。ムラチン、カウントありがとうございます。腰が痛くて横になってた、ありがとう。よしんこ腰、あら最近悪くしとるみたいじゃね。腰大丈夫かね。リュウさん、流れ星ありがとう。いやー、ペガサさん、めっちゃだるまありがとう、本当に。サイファーさん、こんばんは。花に眉毛さん、いらっしゃい。ひろひなさん、祭りだ。
リュウさん流れ星ありがとう、たくさん。ショウブーさんこんばんは。新東京さんありがとうございます、嬉しいな。はじめさんこんばんは、ありがとう、カタカナの。あら、ケンジ大丈夫かね、パソコンありがとう、 2.6 週まで、ありがとう、 2.6 週。たくさん、おひつりさんかわいい、ありがとう。にじろうさん、今夜の風呂ありがとう。あ、こっち向いてたありがとうございます。にじろうさんありがとう。いなっちさん、まだおさんこんばんは、ありがとうございます。あ、ようちゃん風呂ありがとう。いつたたたた太陽にらみつけて、たかたかなたのねに出したって、この感情抑えらんないな、気持ち悪くてなんだか変な気持ちだ。いや、ちょっとめっちゃ忘れてた、ごめん。たたたたたた太陽にらみつけて、たかなたなねねに蓋したって、あ、赤ワンコさんありがとうございます。今日もおいでやすひな僕はミルクだけ入れた茶色いコーヒー飲んでます。いいですね、カフェオレみたいな感じ。チャイさんはじめまして、ありがとうございます。ひらがなのチャイさん。てっちゃんカウントありがとう。今日ゴジラ VS あ、言うとったやつか、コングと7つの大罪見てきたって。ザ・ファブルもやってたから、え、3つも見たの今日。もうそれで1日終わるじゃん、すごいね、てっちゃん本当に。おさっぴーさん、あなたはありがとうございます。ひなおプロの出身高校も聖地ってそれは聖地にはならんよ。滝山に、ん？この活動始めてからの聖地ってことやろ。え、どういう意味なん聖地って。そういうことよね。にじろさん馬10個ありがとう。ごえもんさんフルありがとう。ごえもんさん、わあ、やっくんも花束ありがとうございます。おさっぴーさんも馬3つありがとう。ゆうすけさんハートありがとうございます。ちょっとびっくりしましたどうやろ、この曲ね、びっくりするんよ。初めて大会とかでもよく歌われとる曲なんやけど、イオ漫才っていう曲で、初めて聴く人はびっくりするよ多分。ツイマーさんフルありがとう。オラフはどこへ。オラフおりますよ、ここに。オラフ名が大きいな。ひろひなさんフルありがとう。ありがとうございます、ひろひなさん。さとしさんカウントありがとう。ななはちゃんの番組で、え、番組紹介してた鯛めしが今日届いたよだって。え、どんなやつなんやろう。美味しいよ鯛めし。たくさんハイビスカス、ありがとう。ようちゃん音符ありがとうございます。お、リラクマさんおいでやす愛媛観光。え、どこがいいかな、教えてくださいって。あの電車で行けるところがいいですよね。私あの下灘駅とか、あの日本で一番海に近い駅って言われてる駅とか、めっちゃ晴れとる日は景色が良くていいよ。リラクマさん写真映えするし。あ、ようちゃん音符ありがとう。ハラメタルフルありがとうございます。ありがとう、ハラメタル。揺れる想い体中感じて、このままずっとそばにいたい。いくつ寂しい季
節が来てもありがとう。あ、ここまで読めた。猫マロさんいらっしゃい、ありがとう。猫マロさん、ようちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ふみひこさん、こんばんは。ようちゃん、かわいい、ありがとうございます。リオさん、こんばんは。ローマ字の鳥さん、花束ありがとう。オカムさん、フルありがとう。オカムさん、あ、はい、よかった、ありがとう。ムラチン、かわいい受講ありがとうございます。エミフルも聖地だよね。お仕事もね、させてもらったから、ライブとか。私がこの事務所に入るきっかけのオーディションもエミフルの中でやったから、すごいいろんな思い出があります、エミフルは。え、本当ですか、さとしさん。うちのいとこがひなほさんの同級生ですよ。でよき、お、ゆきさんが、聖地とは宗教的に重要な意味のある場所、神聖とされている場所のことだって。なるほど、なるほど。なら、聖地中の聖地ってどこなんやろ。おひつりさん、尊い、ありがとう。ケンジ、バラありがとう、たくさん。あ、卒アルの PV みたいなの母校で撮っとったやん、あの映像めっちゃ良きって伊豆急さん言ってくれてる。ありがとうございます、見てくださって嬉しい。そうなんですよ、卒業アルバム制作会社のダイコロさんのショートムービーに出演させてもらっとって、なんかドラマみたいになっとるんですけど、あれもすごい良いので見てほしい。ほんまにお話もすごい良いしね。ちょうど母校で撮らせてもらって、高校の私のね、制服はね、だから自分の制服着てったんよ、母校のやけん。あ、持ってるんで自分で着ていきますよって2年くらい前かな、3年くらい前撮影して、2年くらい前かな。ふみひこさん、カウントありがとうございます。あー、キングダム見たいよね、てーちゃん。一緒、ありがとう。見てみたいなとは思うんじゃけど、キングダムね。あ、ほんとだね、そうだね、大五郎さんの撮影場所やけん聖地になるのか。そうだね。ケンジ、馬10個ありがとうございます。あと実はね、アレスホームの CM の時の屋上で撮っとるところも母校なんよ、あれ。私のもうめっちゃ私の母校、撮影で4回ぐらい行ったもん。ほんまに4回ぐらい行きました、母校。わかる方おるかな、アレスホームの屋上の。あ、ケンジ、馬10個ありがとう。はい、15分。ひでゆきさん、小江崎さん、音符ありがとう。やっくん、ハイミスカスありがとう。おさっぴーさん、ハート。太郎くん、だるまありがとうございます、ありがとう。のうさん、こんばんは、ありがとう。のうさん、あるさん、プチありがとうございます。太郎くん、刀剣太郎くん、だるまレンジャーありがとう。あ、えなさん、そう、今日買っていただいたお洋服なんですよ、撮影の時に。かわいいですよね、これ。メンバーカラーってどんな感じで決まったのかな。メンバーカラーはね、みんながそれぞれ何色っぽいっていう話になって、適当というか、なんか最終的にはすごい話して決めたんやけど、最初はほんとファーストインプレッションというかで決まったやつなんよ、ほんとに。ハルポはでも自分からピンクがいいって言っとった、確か。ピンクがいいから私はって言っとった気がする。ピンクになりました、ハルポ。まあ、ピンクっぽいしね。
私はみんなに聞いたらオレンジっぽいって言われてオレンジになりました。ほのぴーは私か誰かが私か水色っぽいって言ったんよ。で水色になった。さくらもそんな感じ、紫好きそうみたいな、紫っぽいみたいな。のんさん、ちゃんみゆさん、こんばんは。あ、ひらがなのかずさフル、ありがとうございます。聖地はこのルーム？確かに、本当やね。小石さん、ハイビスカスありがとう。きなこいさん、カウントありがとう。来月に昨年5週連続配信ライブしたやつの、あーはいはいはい、この間コメントでも言ってくれとったやつね。記念でスタジオを撮って出してたらしいよって。あ、じゃあ最近のなんじゃね。いいな。のりたまふる、ありがとうございます。父さんが残した熱い思い、母さんがくれたあの眼差し、ありがとう。え、観覧車まだ回っとるよ、アクションさん。そうやね、ヤマピ、ほんまにガチの聖地やね、エミフル。ペガサさん、ダルマレンジャー、ありがとうございます。863、こんばんよ、ありがとう。ジージ、流れ星、ありがとう。竹パッパさん、短冊、ありがとうございます。あ、大コロさん、2年前か、ヤマピ。撮影現場まだ来ていてない、ごめん、持って行ってた、ゆきさん。ストンコさん、フル、ありがとう、ストンコさん。いや、僕を大活躍よ、本当に。もう、行くたびに先生に挨拶して、お、また来たんか、言うて。そんな感じやったよ。あ、ジージレインボースター、ありがとうございます、たくさん。サトシさん、ローマ字のサトシさん、ありがとう。お、そうです、オウイングさん。ね、花水木の文化祭歌った時の体育館だよ。あの、私の母校ね、運動場が7個か8個ぐらい あるところでね、本当に広いんよ。体育館も3つあって、めっちゃね、あの運動がすごい強いところだったんだけど、すんごい運動場とか体育館あるけん、もう本当になんか第7グラウンドに集合みたいな言われても、もうどこが第7かわからんのよ、文化部の私にとっては。もうすごい苦労した、多いから運動場が。でもすごい良い、あの部活生にとっては恵まれた環境だと思います。のぶさんにローマ字のよしさん、あ、言ったね、これフルありがとう、ありがとうございます。アンコロモイチさん、カウントありがとう。のうさん、こんばんは、ありがとうございます。ゆうすけさん、ハト、ありがとう。にじいろさん、うま、10個ありがとうございます。え、ほんとに、さとしさん、プチありがとう。じゃあ絶対わかるね、私。ひなほの声やんって言っとるってことは、かなり親しい仲よ、それ、さとしさん。ほんとに誰やろう。おひつりさん、アイス、ありがとう。フジモンさん、フルー、ありがとうございます。ちょっと閉めるね。ローマ字のうたさん、はじめまして、ありがとうございます、うたさん。ひらがなのはるさん、こんばんは。おきおきけさんも、ありがとうございます。そう、まあマモスコだったと思います、愛媛の中で。ぬくもりさん、セミありがとうございます。セミ以上フルミマンカウント、あー、セミ以上フルミマン、ありがとうございます。たくさん、愛媛は犬王家のドルフィンファーム、しまなみに行きたい。え、どこそれ、行きたいです。めっちゃいいお名前じゃん、ドルフィンファームって。その日暮らしさん、セミありがとうございます。
ひなさん、ひな。あ、でも私オレンジやけんね、一応イメージカラーが黄色じゃないよね。そうなん、なんでオレンジなんやろ。わからんのよ。あ、いずきゅんさん、だるまレンジありがとう。ケンジ流れ星ありがとうございます。むらちん、短冊ありがとう。ようちゃん、お、リースありがとう。ハイビスカスリース。ごえもんさん、かわいい、ありがとう。よし、お供タイム、お供タイム、お供タイムと私服タイム。今日は見て、飲むフルーツポンチゼリー、情熱のパッションフルーツ。めっちゃ美味しそう。めっちゃ夏っぽいことない？こうパッケージがすごい可愛いのよ、これ夏っぽくて。あ、すごい、流れ星ありがとうございます。え、これ可愛い。これ振るんだよね、多分。果汁がなんと 22% も入っております。無炭酸って書いてる。これ振らんといかんよね、多分。あ、そのままでもお召し上がりいただきますが、お好みで振って崩してお飲みくださいだって。じゃあちょっとだけ振りますか。はい、では飲もうかね。うん、うえ。ではお供ある方一緒に乾杯。すごい、なんかいろんな味がする。おいしい。まず、あのナタデココが入っとるのがプラスポイントですね。ナタデココおいしい。うん、あ、でも2種類しか入ってないんだ。マンゴーとパイナップルだ。あ、パイナップルの味だ。めっちゃパイナップルの味が強いんだ。すごっ。口の中玉屋だねって。うまい。そうなんですよ、口の中玉屋になってます今。うん、あ、ナタデココ好きなので美味しいで。え、飲んでるの、のりたま今。あ、本当ですか、浅はかのひろさん。ナタデココ美味しい、めっちゃ入っとるよ。なんか結構ね、そして大粒なんよ。もうギリギリ感がある、このストローに対して。おいしい。あ、そして今日のお洋服、今日のお洋服ね、上向けたらわかるかな、ワンピースになっておりまして、こんな感じで、ここがすごい可愛いんですけど、あ、ワンピースになってまだ衣装、買っていただいた衣装があって、それまた着ようかな、また着て紹介します。可愛いよね。見せるのが難しいんだけど、結構長いんよ。実はさっきまでおろしとったんやけど、熱くてくくっちゃった感じなんよ。やばい、よいしょ。めっちゃ熱かったけん。え、ヤマピー偽大工さんよりありがとう。
え、なんで本当に？ハミングさん入り直してみて一回。暗くなっとる？なんでなんで？イサムさんいらっしゃい、ありがとう。固形物多めだね、ヒロくん。ナタデココが多めかな、というより。ご飯の代わりになる。それはちょっと難しいかも、おひつじさん。どうだろう、なんか抑えてるんだったらいいかもしれないです。ありがとう。かわいいよね、この服。ありがとうございます。にじろうさん、ハートありがとうございます。あえなさん、いえいえ、全然ありがとうございます。店長さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、バンクーバーさん、フルありがとう。ありがとう、バンクーバーさん。よし、27分かいな。早いな。ちょっと閉めるよ。はい、今日はじゃあセレナーデかけてランキング読みしようかな。ありがとうございます。店長さん、流れ星ありがとう。あ、カクカクのクマありがとうございます。嬉しい。では13位からいきます。13位、小石さん、ありがとう。今日も団長ありがとうございます、お疲れ様。12位、あ、太郎くん、ありがとう。太郎くん、今日もたくさんありがとうございます、お疲れ様。11位、たくさん、ありがとう。たくさん、いつも壇上ありがとね、お疲れ様。10位、むらちん、ありがとう。むらちん10位、いつもありがとうございます、お疲れでしょう。9位、おさむさん、ありがとう。おさむさん、たくさんありがとうございます、お疲れ様。8位、お、のりたま、ありがとう。コメントもたくさんありがとうございます。ラッキーセブン、ケンジン、ありがとう。いつも壇上ありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、やっくん、ありがとう。やっくん、壇上今日もありがとうね、お疲れ様。そして5位、お、ようちゃん、ありがとう。ようちゃん、いつもありがとうございます、お疲れでしょう。4位、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、今日もありがとうね、お疲れ様。そして3位、無言無言のジャーニャン隊長、お疲れ様。お仕事大変、今日もありがとうございます、誕生。そして2位、あぼん、ジージー、ありがとう。ジージー、いつもありがとうございます、お疲れでしょう。そして今日の第1位、あぼん、君はペガサスさん、よき、ありがとう。ペガサスさん1位です、たくさんありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう、2140名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。いつもこのくらいの時間にやっとります。よし、では最後、カラオケを一曲歌って終わりたいと思います。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、用意スタート。ヤハピーがメモメモ言うて。あ、店長さん、祭りだ、ありがとうね。バンクーバーさん、短冊ありがとうね。グレゴリオか、カブトムシ。世界は恋に落ちている。オンリーマイレールガン。
メイビーウマかな。ジジ、アンコール。レリコー、レリコー、キャンフォレエニモー。はるか、ライオン、さよなら大好きな人。クロッカーになりたくてググってみたウィキペディアなんだ。ダダソーソー、さよならエレジー。翼の折れたエンジョー、ライオン多いね。ここにしか咲かない花いいね。大声ダイヤモンド、ダダソーソー、ファンサコネクト、M、乃木坂さんか、フリージア、横須賀ストーリー、平井大さんいいよね、エヴァさんいいですよね。よかったな。エゴイストさんのおすすめ曲。エブリシング、明日への手紙、リラクマさん、短冊、ありがとう、雪の花。この暑い時に逆にね、マリーゴールド、115万キロのフィルム、千本桜、また会う日までいいよね、平井大さんね。あら、初見さんだ、カタカナのガンさん、はじめまして、ありがとうございます。いらっしゃいませーん。揺れる想い、あ、なやけそれ、ようちゃんめっちゃ懐かしい。それシャラクさんいらっしゃい。アニマ、三日月、フレンジョ、じゃ決めますね。いけるかな、充電がなさげ。うい、だけど壊したいものもあんまなくて困ってしまった。パンクロッカーになりたくて羽織ってみたらいたすだけど、ちょっと今日はこれをちょうど歌いたいと思ってたのでリクエストいただいたこれを歌います。うん、うん、よし行こう。悩んでる体がつくて指先は凍えるほど冷たい。どうした早く言ってしまえそう。言われても私は弱い。あなたが死んでしまう
さんのカブトムシ、なんだかすごく最近聞いてるのよこれ。もうずっと好きだったんだけど、もう最近特に聞いとっていいよね本当に。ありがとうございます。あらら、たくさんありがとう。やっくん、バラ、虹色さん、いいね10個も、ヤマピー、トートイ、ヒロロさん、流れ星、イズキュンさん、パチパチ、ムラチンも、あ、拍手おさぴさん、流れ星、あらら、コージーさん、めちゃめちゃミラボーくれとる、リラクマさんもミラボー、ありがとう、ありがとうございます。あ、トリさんもミラボーだ、ありがとう。虹色さんもミラボーとハート、ありがとうね。ムラチン、音符ありがとう。ヤマピー、流れ星、ありがとうございます。パインさん、祭りだ、ありがとう。ではみんな、今日もお疲れ様でした。初見さんとか来てくださってたような気がしたけど、コメントですみませぬ、読めなくて、最後らへん読めませんが、いつもありがとう。ではまた明日お会いしましょう。明日多分きなこのお誕生日ということもあり、お家からの配信で 10時ぐらい、夜の10時ごろからやろうと思ってます。お待ちしてます。また明日、5、4、3、2、1、おやすみ、バイバーイ。